はい、アンディです。今日はですね、長岡京というところにフォトウォークに行ってきまして、モデルはオフィス用 CEO アーツディレクターの花さんです。最近ちょいちょい登場してもらってます。今回なんですけども、長岡京がですね、インスタグラムで募集していた夏のフォトコンテスト、こちらに応募しようかなと思いまして、でテーマがですね、夏の涼を撮るっていうことだったので、桜なんかもね、ご紹介しながら、どんなものを撮ってきたのかっていうところを解説できればなと思っております。本日のインデックスです。それでは行ってみましょう。まずですね、テーマ1ですね、涼を感じる写真を撮るっていうことで、今回、この長岡京というロケーションはもうね、設定されているので、そこでどういったものを撮るかっていうところなんですけど、オーソドックスなんですけども、一つは水辺で撮るっていうことをちょっと設定してみました。分かりやすい方がいいかなっていうのは、初心者のうちはね、テーマとか、ロケーションとかね、こねくり回したところでじゃあいいものが撮れるかどうかまた分からないので、もうスタンダードにオーソドックスな発想で、舞台設定をしようという感じで水辺を選びました。でもう一つね、衣装の方もちょっと考えるポイントになるかなと思っていて、夏の涼ってことで、これもね、スタンダード安直といえば安直なんですけども、浴衣を着ていただくっていうことをやってみました。水辺で浴衣で、あとですね、撮影時間も夕方に間近川と呼ばれるような時間帯を狙ってちょっと撮影をしていって、日中のね、ギンギンに日差しになるところで撮って、白く飛ばした淡いエモい一類写真みたいなのもね、今流行ってはいますけども、あんま僕そういう写真撮ったことがないので、言ったら色多め濃いめ固めみたいな、なんかそんなラーメン屋のオーダーみたいな、そういった写真になるっていうのは自分でも分かっているので、あえてこう言ったらそのシックな写真っていうところをちょっと狙っていこうかなと思ったのがポイントに今なっています。で、そんな感じで撮り進めていったっていうところで、やっぱ水辺でね、結構雲もこの日は多かったので、すごくこう青い、なんかしっかりめの写真が撮れたかなとは思っていまして、雰囲気としてはね、僕は個人的には好きな感じに収まったかなというのが第一の感想ではありました。テーマ2なんですけども、僕今回ですね、ライカ Q2をメインカメラにはしてるんですけども、 α7-3 の方も一緒に持って行ってまして、僕が2カメ体制にしていったのかっていうところの理由にもなるんですけども、一つはね、今回撮影がロケハンなしのぶっつけだったんですよね。なので、どんなシチュエーションでどんな写真が撮れるかっていうのは全く僕はもう予想できてなかった。で、そんな時にライカ Q2 の 28mm のレンズだけで、あとクロップで対応する 35-50-75、 この辺りのラインナップだけで本当に撮り切れるのかなみたいなところがちょっと不安だったっていうところがあります。で、タウロンさんの 28-200 っていう、望遠まで対応できるズームレンズですね、こちらを1本用意して、で最後に 50mm を使って撮ったのかな、ソニーさんの 50mm、単焦点レンズを使ってみてっていうところで、そういう意味でね、α7-3 とライカ Q2 を取り比べしたかった、同じ写真、同じ被写体、同じ世界観の中で、取り比べをしてみようっていうところも今回の目的の一つにはなっていたっていう感じです。実際ね、これがライカ Q2 で撮った写真で、でこれがα7-3 で撮った方と、どうですかね、僕好みとしてはライカ Q2 の方がやっぱり写真の本来の色味とか、なんかベーシックな部分はやっぱ好きなんですよね、好みというか。とはいってもね、 α7-3 やっぱすごく使いやすくて、特にやっぱレンズが交換できるっていうところはすごくやっぱり強みだなと思ってまして、なので α7-3 の写真の方がダメかというと、僕の中では全然それはなく、こういったところをね、取り比べながら自分の中で知識とか経験として取り込んで、次実際本当にもっと自分が撮りたい写真にステップアップしていくときに、こういう部分が生きてくるんだろうなという気はしています。はい、最後にね、テーマ3ということで、ISO感度設定の失敗っていうところを挙げてるんですけども、いや実はですね、今回ちょっと結構大きな失敗をしておりまして、というのが、α7-3 をね、僕 ISO 感度をオートの設定にしたままにしてたんですよね。レンズをちょっと絞った状態でバーッと撮っていて、で日没をやっぱ迎えてちょっと暗くなってきたんですよね。なので、シャッタースピードもそれなりにちょっと動きのある中で撮っていたかったので、少し上げ気味にしてたんですよね、多分。で、そこで、明るくしたかったので、絞りをね、開放に持ってたんです。カメラをね、覗いた感じの色味は明るくなったんで、それで気にせずバーって撮ってたんですけど、実はシャッタースピードが結構速い状態で、絞りを開放にしてた中で、
明るさがどうも足りなかったらしくて、あの ISO でね最大で1万2000とか言ってたっぽいんですよね。これ窓から見て分かったんですけど、でそうするとやっぱりですね、現像したらすごいこうざらつきが見えて、これはですね結構写真を撮ってる時にはやっぱ気づけなくて、でやっぱりねなんか、まあ、ちょっと色味変えながらいろいろ補正かけたりとかして頑張ってはみたんですけど、まあこの辺が限界っていう感じで、でもやっぱりノイズがね乗るとせっかくの写真の良さっていうところはやっぱ半減するなっていうのを、あのノイズが乗るっていうこと自体は知識では僕は知ってたんですけど、実際これをねやっぱね現場で即対応できるかどうかっていうところは本当に経験値なのかなっていうのをすごくこう肌で感じた部分ですね。まあ逆に言うとこういう経験を生かして次またこういうミスをしないようにっていうところにはなると思ってまして、基本もマニュアルで撮るようにっていうところをちょっと癖づけようかなと思って、まあライカがねすでにそうしてたにもかかわらず、α7-3 の方をそれをしてなかったっていうところがまあ最大のミスだったのかなというところで、いやすごいこうね勉強になったなっていうところと、まあ本当にこう今回はね自分の中でのコンテスト応募の写真っていうところだったので、まあこんなもんで済みましたけど、もしね誰かのこれオーダーで撮っていたとか、あの仕事としてこれをもし撮影したとかすると結構こう顔が青くなるような事態にはなりかねないなっていう反省もありまして、そういったところもねちょっと今後は意識しながら、より良い作品を作っていきたいなっていう考えではあります。はい、そういう感じで、ね、まあ、まとめとして、まあ、自分なりにはね、結構気に入る写真も何枚かは撮れてまして、その全体的に悪かったとは思ってはないんですけど、まあ、細かいミスとかね今までこう知らなかったことを体感できたっていうところで、まあ、ある意味ミスではあるんですけど失敗ではあるんですけど得るものも大きかったっていうところもあって、まあ、全体的には非常に満足している上がりかなというところですね。僕がですね本格的に写真を始めて今まあ3ヶ月4ヶ月ぐらいって言った感じですかね、でライトルーム使った現像っていうのはまだ1ヶ月も経ってないぐらいなんですね。でやっぱりねちょいちょいカメラの設定とかあるいはもう撮影に対してのこう失敗したなって感じる部分っていうのも結構あるわけなんですよね。そういった部分とかもね、全部包み隠さず解説していきたいなというふうにいつも思ってますので、最近カメラ始めたよみたいな感じのね、方とか、ライトルームちょっと触ってみようかなみたいな感じの方とか、同じような悩みを持った方の参考に少しでもなればいいかなというふうには思っています。よかったらね、チャンネル登録とかしていただけると嬉しいなと思っております。それではまたお会いしましょう。